追っかけて食ってきた。今食っとる。でかい。おっしゃ、おっしゃ、でかい。それがでかい。今日はね、ハゼ釣りにやってきました。前にね、キス釣りをした時に、まあ下道でね、ハゼが釣れて、で食べたらね、まあ非常に美味しかった。で、もともとね、ハゼは美味しい魚って分かってるんですけど、あまりね、まあ知られてないと思うんですね。まあその原因の一つに、おそらくね、皆様もスーパーでね、ハゼが売ってるのってあんまりね、見られたことないと思うんです。で、実は僕もね、スーパーとかでハゼをね、売ってるの見たことないんで、まあそういうことからね、ハゼもね、釣り人の特権的な魚なのかなとは思ってます。なので、今日はね、非常にね、美味しいハゼをね、まあ専門的に釣って、まあ釣れるかわかりませんけど、天ぷらにしてね、また食べたいなと思います。釣れたいですね。頑張ります。タックルはね、シーバスロッドで、重りはね、もう本当に軽いものをね、中通し重りを使ってます。でも、こんだけね、短い2本針、ね、本当にシンプルな仕掛けでいきます。で、餌はね、今日ここ淡水なんで、このミミズをね、使ってやってみます。なんか常連の方は、5階でね、浮き釣りでされてますね。どっちがいいんやろうね。ベテランの方もね、ちっちゃいのしか釣れてないって今おっしゃってたんで、今時間は8時55分ですね。なんかそこのね、石の奥の方はもう砂地なんでね、で、あと場所によってはね、まあ、ハゼ釣りでもね、まあ、遊漁券がいる場所があるんで、で、今僕釣ってるここもね、遊漁券が行ってね、ネットでね、今買えるところが多いんで、昨日僕はネットでね、まあ、購入はしてます。もうちょっと加工の方がいいかもしれないですけどね。餌はね、ちょっと下の餌は短くなってるんで、何者かには取られましたね。逆に上からちょっとね、ハゼを見つけて前にね、仕掛け落とす方が釣れんのかな。サイトフィッシングやね。結構ハゼってね、獰猛な魚なんで、目の前にね、餌が来ると結構ね、食いつくイメージがあるんで、先にね、目視でハゼを探してねいたら仕掛けを前に落とす作戦で一回やっています。見つかるかな。あー、だいぶ涼しくね、なってきましたもんね。そうですよね。お、釣れた釣れた釣れた君、お、いたいた、あ、しまった、落とした、落とした、お前や、貴重なハゼだ、貴重な、多分ね、今までの釣りの中で一番痛かったです気をつけてください。まあ、魚が跳ねた瞬間に針がね、親指に刺さりました。返しの、ね、奥まで刺さったことは初めてですね。飛べ、あ、食べた食べた、釣れた釣れた釣れました。2匹目、取れたは1匹目、美味しそうです。次は慎重に。見つけたら結構やっぱり獰猛なね、魚なんで、結構食べてくれる確率が高そうですね、今の見てると。いやー、でも今の痛かったな。こんな痛いの初めてやね。よくね、ルアーがね、返しまで刺さって病院行くっていうのね、
なんかで聞いたことありますけど、まさか自分がね返しまで針が刺さるとは思いませんでした。もうちょっとね、肉がちぎれてもいいぐらいのね、もう病院なんか行けないんで、今から強引に、ね、押しながらも引き上げました。痛かった、ね、麻酔してたらいいんですけどね、麻酔ないもんね。あ、こっち大きいハゼがいる。これは釣れるやろ。おもり食いよった、アホか。餌食った、餌食った、食った。もう食っとる。よし、あげろ、釣れた。これ大きい。15センチぐらい。刺身できるね、これ。でか。釣れた。釣れました。ここのハゼの攻略はサイトフィッシングですね。まず見つけるっていうね。結構落ちた瞬間には食べないですね。ちょっと動かしながらちょっとずつ様子見て近づいてくるね。食べた、食べてる。いったやろ。よっしゃ、釣れた。釣れました。まずまず食べてる、食べてる、食べてる。よっしゃ、釣れた。釣れました。意外と警戒心が強いですね、見た感じ。コツをつかんだぞ。どんどん行こう。まず見つけよう。食べてる、食べてる。面白いね、ハゼのサイトフィッシング。よいしょ、釣れた。コツつかみましたね。お、釣れた。おっと、ママでかい。お、ママでかい。お、おっとでかい。見てください。17、8センチある。うわ、うまそう。40分ぐらいですけど、結構釣れましたね。コツつかんでからが早いですね。ね、最初に来られてたご夫婦、あんまりね、釣れなかったって言ってね、帰って行かれたんですけど、やっぱり投げた方がね、あんまり釣れてなかったみたいですね、今日は。いたいたいた。おー、食った食った。よっしゃ、釣れた。結構ね、やっぱり、こういうところでは、サイトフィッシングが正解かもしれないですよね。見えるかな？あそこの岩の陰に、まずまずのサイズがいますね。ちょっと動かすと追っかけて食ってきた。今食っとる。でかい。おっしゃ、おっしゃ、でかい。うわ、でかい。でか。何やこいつ。でっか。20センチぐらいあるね、これ。でか。刺身や刺身。ちょっとね、また今日もどんぶりしたいんで。先にご飯炊いておきます。無洗米1合ですね。蒸らしておきます。20分間ぐらいね。よし、約ね1時間ぐらい釣ったんですけど、ね、かなり釣れました。多分ね、探して見つければまだまだ釣れると思うんですけど、めっちゃでかいです。大量ですね。ちょっとね、大きいの釣れたんで、でかいのね、2匹だけお作りやってみようかな。100均の包丁なんで、めっちゃ切りにくい。よいしょと。普段ね、ハゼっていう魚は本当にスーパーとかにもね、もう出てないんで、しかもそれのお作りを食べられるなんてね、釣り人ならではですね。でこれをね、冷やしてないんでぬるいんでね、あと冷やす意味と殺菌も込めてちょっと洗って、洗いにします。よいしょ。そこにキッコーマン醤油を垂らす。完成ですね。わさびはないですけど。1品目、ハゼの洗いですね。いただきます。うん、うまい。さっきまで生きてたんでコリッコリです。うん、おいしい。うん、めっちゃね、
本当にコリコリして淡白ですけど美味しいですね。結構お寿司とかではねあるみたいですけどね、まあ、それもねなかなか貴重と思います。あるとこも少ないと思います。美味しい。20分ぐらいねもう炊いたら勝手に固形燃料が燃え尽きるん であと20分蒸らしてね出来上がりです。ちょっとその間にね天ぷらの用意します。小さいやつはねもうそのまま食べようと思います。で内臓とね鱗だけ取って、こんな感じ。超簡単にね料理終わりましたあと洗います。まだ動いてる魚いるね。前回も使ったこの天ぷら粉、これうわプフプフしまった。これをね後で油で揚げていきます。ちょっとね唐揚げ粉と間違えて粉にまぶしてましたね。これ天ぷら粉なんでめちゃくちゃやな。まあいいわ、こんな感じですね天ぷらっぽい。前にね下道丼の天ぷらをしてからねこれハマりましたね。めちゃめちゃうまいんで、もうちょいやったかな。いやもうちょいかなどんどん行こう。ちょっとね前回油が多すぎたような感じしたんで今回はエコでね行ってます。で最後はね固めて持ち帰ります。この音がたまらないですよね。みょうがちょっと食べてみましょうか。美味しい。これ塩も何もつけてないけど美味しいですね。もう骨もいけますね。ちょっとみょうがもね揚げていきましょうか。みょうがの天ぷらも美味しいでしょうね。食べたことないけど、動画で初めて食べるっていうのがね笑けますよね。よし完成。よいしょと完成しました。超ね男料理マハゼのね天ぷらです。じゃーん。よいしょ。どうや、微妙かちょっと今日の微妙やな風があったしかな。芯が残ってんのかな。ちょっと食べてみます。あ、大丈夫ですね。よいしょ。ちょっとね丼に全部してしまう前に純粋にね天ぷらだけちょっとめんつゆにつけて味わいます。取りたては美味しいですね食レポ下手みたいなね。いや本当に取れたてとね揚げたてと外で食べるのはねもう本当に最高です。めちゃめちゃ美味しい。じゃあこれをね持っていきます。いつものごとくストレートのめんつゆをたっぷりかける。よいしょと。よいしょ完成いつもとこれ出来栄え一緒やけど名付けてハゼの天丼です
そのまま。ちょっとね、もう本当に前の丼がすごい美味しかったんで、もう丼にハマってます。食べます。いただきます。うん、うん、美味しい。もっとかけてやる。つゆだくで。でちょっとね、みょうがの天ぷら、みょうが美味しいですね。本当に大好きや。でこれもね、まあ、味丼食べたみたいにね、潰します。やっぱ丼なんでね。よいしょ。うん、カルシウム満点ですね。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかった。はい、今回はねゆっくりねハゼ釣りを楽しみました。で最初はねちょっと全然釣れなかったんですけど、サイトフィッシングに変えてね、でハゼをまず見つけて、その前にね仕掛けをちょんと落とすほぼ釣れます。先にねおられたご夫婦の方が投げてね釣られてたんですけど、やっぱりあまりね数は上がってなかったんですけど、本当にねサイトフィッシングにするとめちゃめちゃね釣れました。1時間でね多分25、6匹は釣れたんで、まだまだね見つければ見つけただけね多分釣れると思います。なので本当にね手軽な簡単な釣りで、お子様もね絶対に楽しめる釣りなんで、ぜひね、まあ、ご家族でもおすすめな釣りなのかなとは思います。あと食べたね、まあ、感想なんですけど、これはねもう本当にもうめちゃめちゃ美味しかったです。ひょっとしたらキスよりね美味しい魚かもしれません。なのでぜひね一度手軽に釣れてね、食べたら美味しい魚なんで、皆様もハゼ釣りをね、まあ、楽しまれたらいかがでしょうか。今日のね動画が少しでもいいなと思っていただけた方は、ぜひね高評価ボタンを押していただけたら嬉しいです。あともしよろしければチャンネル登録をしていただいて、ぜひね僕の釣り友になっていただけたら嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。これからもご視聴よろしくお願いします。